水晶玉は嘘をつくは、2011年に刊行されたアラン・ブラッドリーの推理小説、少女探偵フレービアシリーズの第3作目にあたる。イギリスの片田舎にあるバック小僧に住む11歳の科学大好き少女、フレービア・ドルースは、村祭りで、ジプシーの占い師から水晶玉で、占ってもらっていたところ、動揺して立ち上がったはずみに、 テーブルのろうそくをひっくり返してしまい、テントを炎上させてしまった。お詫びにそのジプシーの老女、ファネラをバック焦燥の敷地内のペーリングスという川辺にある林を宿泊地として招待する。そこはキリスト教の一派、ホブラーの発祥の地でもあった。二人が滅場者でペーリングスに向かう途中でトムブルの妻、マーガレットがファネラに、 うちの赤ん坊を盗んだのはあんただろうとものすごい、剣幕で言いがかりをつけてきた。ブルケの赤ん坊は、数年前に行方知れずになっていた。ファネラを、ペーリングスに送り届けた日の深夜、物音に目を覚ました、フレービアは、客間に密漁者のブルッキー・ハーウッドが、侵入しているのを見つける。彼は二代の滝木の世代の片方、サリー・フォックスを触っていた。いろいろ言い訳をする。 ブルッキーを追い出した後、ファネラの様子を見に行った。フレービアは、滅場車の中で何者かに襲われて、重傷を負って倒れている彼女を発見する。滅場車の中には、血と混ざって、魚の匂いがした。翌日、ヒューイット警部補から、事情聴取を受けた後、庭師のドガーに深夜ブルッキー・ハーウッドが侵入していた。話をすると、ドガーは、サリー・フォックスが数週間前から、 行方不明になっていたという。さらにもう一台の焚き木の世代、しょも一ヶ月前に亡くなっていたが、しばらくするとまた現れたという。その後、ファネラが襲われた現場をもう一度確認しようと、滅場車を訪れた。フレービアは、滅場車の中に誰かが寝ているのに気づく。それは、ファネラの孫娘のポーセリンだった。ポーセリンがファネラを襲った犯人に狙われるのを心配した。 フレービアは彼女を家族には内緒でバック焦燥に招待することにした。そしてバック焦燥の噴水のある庭園でポセイドン像を見上げたポーセリンが悲鳴を上げる。ポセイドン像を見上げた先の三つ差の矛にはコートのフックに吊るされたブルッキーハーウッドの死体がぶら下がっていた。そして死体の尾行にはドルースケの銀のロブスターピックが脳の奥まで刺さっていた。 全部で6冊のシリーズで、いずれも草原推理文庫から出版されている。ホブラーは作者の草案である。草原推理文庫、水晶玉は嘘をつくの巻末の謝辞参照。ありがとうございます。